野村雅人と言います。で今回僕が演じている役は佐藤健二という役で、今映ってるこの部屋に、住んでいる漁師3人組のうちの、1人で、一番下っ端っていう感じですね。こうなっているんですけど、ケンジっていうのは、上から順番にいくと子供っぽいっていうことと、あと一人っ子、典型的なと、この上2つはちょっと似てるかなと思うんですけど、で最後にエピローグっていうキーワード、この3つを用意させてもらったんですけど、上からいっていくと子供っぽいっていうのが、ご飯が大好きだったりとか、なんかそういうちょっとなんか先輩からこう怒られたとしても、ご飯食ったらもうすぐハッピーになっちゃったりとか、嫌なことあってもすぐ忘れちゃったりとか、あんまりこう深刻に考えなさすぎないとか、そういうとこもあるし、で一人っ子っていうのも、そういうとこ通じるものもあると思うんですけど、でその2つが結構僕自身と今回距離が近いところであって、そういう面で楽しさだったりとかやりづらさっていうのはとてもあるんですけど、こういうのはその、漁師3人組なんですけど、そのうちの一番下っ端だからっていう設定から生まれてきてるこの特徴なんだとは思うんですけれども、ただ他の漁師たちと決定的に違うかつ特徴的なのは、この最後のエピローグっていうキーワードになると思うんですけど、他の漁師たちは、上演の中でなんですけど、僕、佐藤健二に関しては上演が終わった後に、何かがこう用意されているような気がしているんですね。だからそういうところが僕、健二的には見どころなのかなと思っております。で、全体として僕が個人的に、この作品について思っているのは、家っていうものの、演劇において家っていうものが、こういうふうに扱われてるんだっていうのが結構稽古とか見てて面白いなって思うところであって、家っていうのが結構割と普通前提になっちゃってるから、あんまりこう目の前に差し迫ってこなかったり、あるいは演技の補助的な存在だったり、小道具にしてもなんかそういうものが結構多いなというか思うんですけど、あとその中で行われる心理だけをピックアップして見せようだとか、なんかそういうことじゃなくて、今回はそれももちろんあるんですけど、家の中にそこに住んでいるっていう、そのなんか家としての説得力っていうか、なんか何ですかね、そこに人が住んでいるっていう事実であったりとか、あとこう家自体が物語っている何かがあるとか、そういうこう何か家にこう憑依してて、その俳優と ほぼ同じレベルでこう拮抗しているような美術だったりとか、その家っていうものの作り方と見せ方っていうのが、特に面白いかなと思っているんで、俳優個人個人も見てほしいですけど、もっと全体としてこの家っていうものも常にこう意識しながら見てもらったら、とっても面白いんじゃないかなと思います。